売れない芸人あるある、M1 の1回戦で落ちて納得がいってないやつ。今年の M1、1回戦でダメだったわ。いや、受けてたけどね、うん。俺ら受けてて、俺らの後のトロとハマチがめちゃくちゃ滑ってたのに、あいつらは通ってた吉本だからじゃない売れない芸人あるある、ベテラン芸人が芸歴何年目ですかと聞かれた時によくやるボケ。 俺の芸歴えーっと、まだ20年目売れない芸人あるある養成所にいるめっちゃ尖ってるやつの自己紹介えーっと、自己紹介とかたるいんですけど一応相方探してるんで一言だけ言わしてください俺の次に面白いやつ探してますシャース売れない芸人あるあるいつも怪しい仕事を紹介してくる先輩 こモちゃん。来週の木曜空いてる夜。なんか六本木のクラブで、知り合いの社長の席で、ちょっと盛り上げるだけで、20万もらえる仕事あるんだけど。どう売れない芸人あるある、美大出身のコント師はネタのことをこう呼ぶ。えいや、今月はさ、いい作品できたのよ。 売れない芸人あるあるネタが滑っても絶対に滑ったと言わない人ああ今日のネタああまあやりたいことはやれたからあまあよかったんじゃないまあまあかな売れない芸人あるあるみんなが言わないようにしていることを平気で口に出す1年目の若手待ってください 木村さんのネタ、俺高校生の時にライブで見てたから、5年以上同じネタやってますよ。売れない芸人あるある、アラフォーの芸人が第7世代の若手と絡む時によくあるやつ。え、何年生まれえぇ、ー、じゃあお父さんはいくつ ?45! じゃあ一緒だうわぁ俺こんな大きい子供いるんだ 売れない芸人あるあるるこの二人付き合ってるんだろうなという男女コンビオチ受けなかったねうん俺のなんか振りの説明が下手だったんだと思うあそこはそんなことないあやちゃんは完璧だったいやセリフ噛んだとしてもあそこで笑いが起こらないんだったらそれはもう台本のせいだよだから俺が悪いあやちゃん優しいよ <laughs> 今日うち来る売れない芸人あるあるお金がないせいで体に支障が出てるやつザキちゃん目薬貸してくんないあーありがとういやーちょっと目痛くてさああ、いやワンデーのコンタクトさもう1年入れてんだけどさすがに限界来たかも返すわ売れない芸人あるある下積みが長すぎてバイト先では出世してるやつ うっちゃぎっちゃ取り切れでしょ、やっぱ。ねえ。うわ。あー、ちょっと待って。電話だ。はいはい、お疲れ様です。はい。えシステム全体がダウン。復旧は原因がわからない。あー、ごめん。今ちょっと出先ですぐに見れないから詳しい状況だけ教えてくれるうん。うんうんうん。あー、なるほど。はいはい。 あそしたら一旦 DB にロックかかってないか確認してでフロント側からトムキャットとアパッチ再起動しようかうんでバッチサーバーのこけた空論止めてリカバリー進める感じで OK でダメだったらまた連絡ちょうだいはい,はい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 失礼しますごめんいや休みの日でも連絡来るのようん 俺お笑い以外では頼られてるから。